さあ、そんな最近の私はですね、弟と久々にご飯に行きましたよ。リア充のね、弟とご飯に行こうって約束をしてて、で弟がこうご飯屋さんで約束の時間よりちょっとお仕事が長引いて30分ぐらい遅れてくるってことだったんで、まあ相手も弟だし、友達とかだったらねあれだけど、弟だしいいやと思って、先に食べてるわって言って弟が来る前に私はもうお酒とあとサラダを頼んで、弟はあんま野菜食べないから、どうせね一緒にいる時に頼んでも私しか食べないからと思って先にサラダを頼んで、でも店員さんにも一人なのに本当にもうサラダも持ってきていいですかって言われて、もちろんみたいな感じで堂々ともう賑わう店内で一人でサラダを食べていて、もう完食する頃に弟がやってきて、なんかもう本当に食べてたんだみたいになって、いやもう全然余裕でしたよみたいな感じで言ってね、でもこう店員さんからもあいつ本当は一人なんじゃないか疑惑みたいのをかけられながら、でも見え張って予約するときは二人って言ったけど本当は一人なんじゃないか、30分も一人でサラダ食ってるけどみたいな感じでね、ちょっとね疑惑をかけられたんで、弟が来た時におーこっちこっちこっちみたいな、連れいますよみたいなアピールを店内をしながらこう出迎えたわけなんですけども、まあ、そんな弟といろいろ話していて、で弟はやっぱ私と真逆のそのリア充ですから、最近リア充はどうなんですかみたいな、リア充は家で何をこうね仲間たちと食べてんですか、タコパとかするんですかって話を聞いたら、やっぱりタコパをする、あとね家でクレープ作るんだって、ホットプレートパーティーをするんだって。で、なんていうの、タコパだったら、まあ、最悪私は一人でも全然いけると思ってて、だってタコ焼きのさ、元っつっても多分、20個ぐらいじゃん、きっとできんのって。まあ、20個だったら最悪いけるかなって思うわけ、タコ焼き。でも、クレープってあれよ、すごく、水気の多い、なんていうの、元ができるから、ホットケーキミックスを、もうホットケーキの10倍ぐらいにこう薄めてさ焼くじゃない、あれはね消費できないよね。クレープ自体は消費できるんだけど、クレープってその1枚に対して具を挟まなきゃいけないじゃん、そうするともう多分クレープ50人前ぐらいのものはさすがに一人で食べれないなと思ったから、家でクレープ作るのはやっぱすげえなと思ってね、ちげえなと思いながら、最近何して遊んでんのって聞いたら、弟がアプリをやってるって言って、荒野行動やってます、知ってますみんな、なんか男の人とか結構やってるんだよみたいな感じで言って、でその説明されたのが、こう島みたいなところにヘリコプターで100人ぐらい乗せられて、そっから上から上空から裸で落とされて、そんでそこでこう武器を拾って最後の一人になるまで戦うんだみたいなこと言われて、あ、なんかそういうアニメあったかもしれないとか思いながら、あ、なるほどね、そういうのがあんだと思って、へえ、裸で落とされんだ、やべえなと思ったの。で、その翌日、別の現場で、こう、メイクさんが急に、今最近やってるアプリがあって、それが、荒野行動って言うんですよ、みたいな。あれ?ちょうど私昨日、弟にそれ勧められたんですよ、みたいな話をして。で、どんなゲームなんですか?ですかみたいな感じで聞いたら、いやヘリに100人ぐらい入ってて、それが裸で落とされてみたいな、で一から武器とか装備を集めて戦うんですよみたいな感じで、へえ、まあ、こんな2日連続で進めたら私もダウンロードしてみようと思って、家に帰ってこうダウンロードしたわけ。そしたらこうヘリに詰められて100人ぐらいがこう落とされるわけ。でも裸じゃないの、シャツとズボン履いてるわけ。いや裸じゃねえじゃんと思って私そこすごい言いかかったから、え、まず裸の状態で100人詰められて、わすげえゲームだなと思ったけど、裸じゃないじゃん、シャツとパンツ着てんじゃんと思って、それさ言った方がいいよ、2人とも説明するとき、弟もそうだしメイクさんもそうみたいな、まず軽装の状態で落とされるっていう感じにしないと、そこで私みたいにこう引っかかっちゃう人出てくるからと思ってなんでみんなあれを裸の状態って、裸とさシャツとパンツの状態は全然違うじゃん。いやおかしい、そこの2人の説明がねちょっと何か納得いかなかったんですけども、まあゲームやってみて、まあでもね難しい、
こうね、いきなりやったら、でも第1回目よ、第1回目でやったら、なんか意外とうまいこと1人倒せたりとかして、最後の7人まで生き残ったの。で、なんでこれ私向いてるかもと思って、次やったらもう続々とすぐ死んじゃって、なんだこれ、むずっと思って、結局ね、練習しようと思って頑張ってやってるんだけど、まぁ、ちょっと難しい。でも FPS は好きなのよ。で、ちょっと前も、ハイド&ファイヤーってやってたんだけど、途中でね、こう人を倒すのが私は好きなんだけど、途中から敵がゾンビになっちゃって、ゾンビは一発じゃさ、ヘッドショットで死なないから、ちょっと違うな、ゾンビ倒したいんじゃないんだよなと思いながらね、難しいと思って。でもこの荒野行動も全部オンラインなの。だからその100人の敵というか戦う人もちゃんとオンラインで今つないでる人だから、その意識のある人間に襲われるという恐怖、あれ怖っと思って、ちょっとビビっちゃったよね。なんかもうガサガサとか言ってさ、え、どこどことかゆっくり見回ってる間にパーンみたいな感じでさ、死んじゃうわけ。あ、え、どこにいたのと思って。そんで死んじゃった後に自分がどうやって死んだかみたいな瞬間がなんか見れるわけ。そのボタンを押すと、どことかなってる私の後ろ、もうすぐ後ろからパーンって撃たれてるわけ。いや、こんな近くにいたんかいと思って。みんな忍び寄るのがうまいなーとか思ってね。いや、難しいね。まあ上手くなったら楽しいんでしょうけども、ちょっともうちょっと練習したいなと思います。